植物の絵画、植物を手で使って自由に絵を描く。こういうふうに葉っぱを、描くときは皆さん自由に描いていただきたいんですけど、こんな感じでこう葉っぱをちょっとこう何枚かでもいいのでこう丸めたりとかして、じゃあ岩木の山を想像して描きます。こんな感じで。あ、なんか鉛筆みたいにうまくいかないんで大変です。本当そのまま綺麗な色が出てるので嬉しいですね。山地、雲で太陽が出るです。赤がないから紫で描きました。何色が好きなの？ピンク。ピンク系か、やっぱりな。じゃあこれじゃあ一緒に見せて。目が出ねえよ。鉛筆にはなってるけど、描きづらいけど、なんかそのまま描けるから楽しい。同じ花の色でもちょっと出してみると違いますよね。この見た目の色、花の色とこっちの画用紙に出る色が全然違うので、本当に自然からいただいた色っていう感じがして面白いと思いました。ねえ穴開いちゃった。開いちゃったね。あ、やりすぎちゃった。じゃあ違うのにしたら。これは私の心情です。もやもやしてます。あ、すごいですね。ゆきさんの家すごく来てます。もう本当はここをもう少し強い色したいんだけど、色が出てたんだけど。あ、すごい綺麗になったね。暗い色ばっかり。なんか全体的に暗いから心の中もこんな感じなのかなみたいな。じゃあ春色ってぜひ明るい色で明るい心になってください。はい、子供の時にそういう石で道路になんか落書きしたりとかいうことは知ってたけど、これでもそうか描けんのかっていうのはちょっと新鮮に感じました。砂の色は何で出したんですか？ガーベラが割とここの花芯と一緒にこすっていくと茶色っぽくなっちゃったので、この茶色でここをやりました。いや、でもパッと見オレンジなのにそんな色が出るとはちょっと。そうですね、こすってみないと分からなかったので、何かと合わせて茶色にしようと思ったんですけど、自然に茶色になってくれたので、はい、偶然です。いや、それもクレヨンとか絵の具ではない。なんか出ないですね、やっぱりこの感じは。やっぱり元々の顔料の色しかここには出ないので、植物の方がそういう変化があるみたいな気がします。そこが一番この植物で絵を描くっていうのはいいところっていうか、思い通りにどうしても 100% いかないのが、逆にこう自然に任せるっていう部分で考えて、春になったら、道端にある、雑草とか使って描くのもまた面白いと思いますので。過去最高なぐらい盛り上がってましたね。それなんでだろうっていうのをちょっと 今も考えてるところもあるんですけど、親子参加っていうのが前もやったことあるんですけど、なんとかこう新しいものをこうやってみようとかっていう意欲みたいなものはやっぱり年配の方から感じないと難しいなと思うので、それがすごい感じたので、すごい新鮮でした。